まずごま油大さじ1。そうですね、大さじ1で、またご存知のようにちょっと間延びするとおります。オイルがまだこう滑らかなうちは火力が弱いですから、まあちょっと間延びしすぎるから今回はひとまず炒め始める。あ、いや、もうこのまま行こう。はい、これ炒まったらですね、まず合いびき肉、これを炒めていきます。まあ、ここでのポイントはですね、火力が上がるまではあまりいじらないと。まあ、いじっちゃうとですね、炒めてるんじゃなくて水分が出て煮ちゃうになっちゃうんでね、火力が弱いコンロだと、ちょっと大変なってことで、ちょっとこのまま、ノーカットでお送りしたいと思います。まあ、まだ、こう、ピチピチピチとちゃんと上がってるというか、炒まってるから出てますね。まあ、でも全く自信ないのもあれなんで、ちょっと、さっさと、ちょっと火力が上がるまでは、優しくいじります。まあ、これ、麻婆豆腐とかも、ただひき肉を炒めればいいんじゃなくて、少しですね、香ばしさを出すというか、そういうのが本来の作り方。まあ、私、基本は、ベースがフレンチって言っていただきますけど、やっぱりね、まかないをいっぱい若い頃に作った関係と、いろいろ、そういうご勉強も、してきたテーマです。まあ、わかりますかね、これね。まだ炒まってる。ちゃんと油がピチピチってやってるんで、これ、間違うとですね、こう水分が出てきて、ただ、シャーっていう煮た音になっちゃうんですよね。そして、じゃあ、そろそろちょっとこう、ほぐしていきますよ。はい。多少、わかりますかね、香ばしくなってきたな。はい。少し香ばしくなってます。ここでです。ここで、ニンニク。ひわん。はい。これで少し香りを。火力は今、中火ぐらいに落としました。もう、ニンニク入れてるんで。ニンニクの香りが出てきた。このところで、生姜。まあ、ひき肉がだんだんいい具合に香ばしくなってます。はい、ここで生姜とニンニク。これで香ばしいと香りも出てきましたので、ここで、玉ねぎ、でん。はい、玉ねぎ入れました。玉ねぎ、もう火力はもう今、もう、これいつもかなり弱くしてます。はい。まあ、これでちょっと玉ねぎの甘みが少し出てくるまで、炒めます。はい。これで、ここまで溜まったところで、ちょっとですね、今度、人参。まあ、本当は人参先に入れてもいいんですけど、今回の人参はですね、彩りのつもりで使っただけなんで、ね、っていう感じです。まあ、こんだけ細かく切ってれば、どっち先入れようが何でしょうが、どうにでもあったらなんとかなると。はい。こう見えますかね。ひき肉がかなり香ばしいようになってるのが。ここまで、こう、持っていくと。まあ、実際の、スタミナラーメンどのように作られてるのか俺は全く知らないんで、ビジュアルで見てこんな感じなのと、麻婆豆腐というか、まあ、そういう中華の本来の作り方の合いの子みたいな空気感で作ってます。で、ここに、長ネギ、でん。はい。これでほぼ、具材は、炒める的な具材は全部投入しました。はい。これで長ネギが少し、香りが出てきたんですね。香りが出てきたところに、ここで、まず、豆板醤。まあ、どうなんでしょうね。小さじ2ぐらい。そして、甜麺醤。同じく同量。ほい。はい、ありました。これをまた香り出ししてください。香り出し。はい。これ香りが出たところで、トマトソース。はい。出した。まあ、ノーカットですからね。もう結構長いですね。まあでも、ちょっとカットしづらいですよね、これが。はい。そして、ここまで来たら、水です。100ぐらい。まあ、このお肉の分量とかも出してないんで、なんともねえけど、これスーパーで買った時に、約100g でした。
110ぐらい。まあ今、水は50ぐらいしか入れてないですけど、ここに、いや、もう全部、100。だからお肉100で水100。あとの野菜は、まあ何回かもし、出張料理の森山チャンネルを見ていただいたら、ココットのサイズで加減してもらえたら、と思います。すいません、細かい分量を、基本あんまり出さないようにやってます。今、火力は全開にします。火力は全開です。はい。温まってきました。温まってきたらですね、少しだけ煮ますね。なんで煮るのかって言ったら、お出汁ですね、お出汁。合いびきから出るお出汁みたいな。まあ、使うのがマルちゃん製麺ですからね、もう十分美味しいんで。まあ、これでちょっとだけ、こう、まあ、ひき肉からのお出汁と野菜からのお出汁みたいな、まあ、そういう空気感なんですけど、で現在まだ一切使用してないんです。でも、一応味見します。うん。まあ、さすがに、ちょっと、塩。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。塩ですね。で、ここにですね、ちょっと隠し味で、薄口醤油。小さじ1ぐらいですかね。はい。これで入れました。そして、ここでですね、今日のメインポイント。片栗粉で繋ぎます。まあ、繋ぐ時のポイントは、ここで一旦火を止めます。そして、これ、全部入れるかどうかはちょっとあれですけど、ひとまず、こう、混ぜと全体が混ざるように、混ぜ。はい。こういう風に、濃度がつきますね。見てください。濃度が。もう、これだと、多分通常のスタラーよりも、どっちかって言ったらもう、麻婆豆腐よりの粘度なんで、料理とはこんなもんです。少し、水を足します。50cc。はい。で、ここで、再加熱です。で、この入れた時点で、片栗粉自体で、この濃度ついてるんですけど、まだ全体が完全に繋がってるわけではないと。だから、こっから、粉っぽさを飛ばすっていう感じで、まあ、水の、その時の水分量にもよるんですけど、粉っぽさをなくす。あと、繋いだ後にね、少し煮込むと、こうやってまだ、こんだけ粘度が出てくると。これで、粉をですね、まあ、全体に混ぜることと粉っぽさをなくすというので、少し煮込みます。で、これ今こう結構の粘度がありそうですけど、野菜からの水分もその後出たりするんで、ちょっと粘度が濃いぐらいにして、した方が、食べるタイミングにもよりますけど、いいんじゃないかと。すごいな、結構長くなってきたな。ノーカットで12分か。まあ今、量少ないんでね、ちょっと1分ほど、この片栗粉の粉っぽさを夏のように、煮込んでるって感じです。多分これベシャメルソースとかね、粉系のやつの時も必ず粉っぽさが飛ぶまで、煮込む。とか、そういう作業が入ると思います。